なんでお前が泣くんだよ。バカ、泣いてねえよ。イーストブルーから連れ添った仲間と船を守るために別れたおめえに胸打たれたのは確かだが。とにかく分かったろ、俺とあいつらはもう仲間じゃねえ。俺を捕まえたところで誰も助けになんか来ねえよ。じゃあおめえこれからどうすんだ。行く当てがねえんならうちで面倒見てやるぜ。解体屋になんかなる気はねえ。俺は一味を辞めても海賊なんだ。まさかその船を直して海に出ようってのか。当然だ。こいつと一緒にまた冒険していつの日か故郷のイーストブルーへ帰るのさ。いや帰れねえよ。さっきここへ船を引き上げるときそいつをよーく見てた。その船はもうダメだ。ガレーラの査定は正しい。解体屋として解体を進める。ふざけんな。メリー号は俺の船だ。この船はもう次の岸へすらたどり着けねえ。そうなったらもう船じゃねえんだよ。うるせえってんだよ。本当は全部知ってんだ。もうエリーがダメだってのも知ってんだ。空島でのある夜、俺は誰もいねえはずの船から木槌を叩く音を聞いたんだ。次の日の朝、船は下手くそに修繕されてた。バカバカしいかもしれねえが、俺はあれはメリー号の化身だったんじゃねえかと思うんだ。そりゃお兄ちゃんクラバウターマンさ、船乗りに語り継がれる伝説の一つだ。本当に大切に乗られた船にのみ宿る妖精。正直そいつを見たと直接聞くのは俺は初めてだけどよ。それじゃおめえ船の限界を知ってて仲間と大喧嘩したのか。そう割り切れるもんじゃ。悪いな、ノックしたんだが。ん？おめえら。てめえら、この秘密基地に押しかけて襲ってくるさ。何が目的だこれ。簡潔に話せば俺たちの本職は世界政府の諜報部員。お前にはこの意味がわかるから、ここへ来た理由もない。おいお前待っとんで、すまねえ。どうなってんだか分かんねえが、今は協力した方が良さそうだな。あのバカは、アイスバーグは元気か。殺した。
フランキー、我々はもう全て知っている。お前の本当の名はパティ・フラン。8年前に死んだと言われているトムのもう一人の弟子だ。どうやって調べたか知らねえが、見事なもんだな。なるほど、ここはかつての造船会社トムズ・ワーカーズの本社。人の思い出に即で踏み込むもんじゃねえぞ。五大兵器プルトンの設計図、こっちへよこせ、フランキー。てめえらに渡すもんはねえよ。そろそろ時間だ。連行する。くしょー、話せこの。お前たちをエニエスロビーに連行する。プルトンの設計図の在りかについてはそこで聞こう。間もなく海列車が出る。行くぞ。俺の知ってることを話そう。ニコ・ロビンのことだ。何か知ってるの？俺とニコ・ロビンは同様に世界を滅ぼすほどの古代兵器を呼び起こす術を持っている。世界政府が欲しがってるのはそれだ。そのために今回の事件が起きた。兵器が復活すればこの世界は大変なことになる。だがニコ・ロビンは麦わらの一味が無事に島を出ることを条件にこの事件に協力し世界政府に身を委ねると決めた。全世界に生きる全ての人間の命よりもあの女はお前たち6人の命を選んだんだ。よかった、ロビンは私たちを裏切ったんじゃないんだ。そうとわかりゃ考えることは何もねえ。すぐロビンを追いかけよう。それ以外ねえな。だけどどうやって？まあ手段なら一つだけある。出してやろう、もう一つの海列車をな。